BL スキップ。一緒に暮らさないか。は？いや、球技大会で勝負だ。乗ってやるよ。でも次は。それが今、シングルファザー同士助け合ってみれば驚くほどうまく噛み合った。4人でいる時が一番家族って感じがした。2人は寝た？うん、よっぽど嬉しかったのか、はしゃぎ疲れてぐっすり。久しぶりに一杯やるか。おお、いいな。お前とこうして差しで飲むのは初めてじゃないか。同窓会で飲んだくらいだな。最低かよ。楓くん、本当に犬飼さんに懐いてますね。お迎えがレイくんパパだと。つか、お前まだ髪濡れてんじゃん。なんかさ。何？なんかめっちゃ外堀埋められてる感。うわー、揺れるぞ揺れるぞ。レイくん、何か冷たいもの食べない？ジュースとかアイスとか。え？って、あれ、どちら様？俺の元妻。ほら、犬飼さん、行って行って。え、犬飼さん？恋人？え、俺たち恋人だったの？え、恋人じゃねえの？恋人、恋人か。恋人。照れるな。一緒に住んでるの？じゃあママたちも仲良しなの？レイ君たちかわいそう。僕は今のお家楽しいよ。だってさ、普通のお家にはパパが二人もいないもん。結婚しないの？その言葉を知った時、そんなの悲しいなって思ったけど。ああ、怖かった。うわっ、いって あごめん。お前めちゃくちゃ足早いな。あそこだよな、同じクラスの。